細野国彦は日本の元テレビディレクター、プロデューサー。元東京 MX テレビ顧問。東京都出身。幼少期に石川県金沢市、京都府宇治市に住む。立教大学経済学部卒業後、1959年に日本テレビに入社し、バラエティ畑を歩く。1960年代半ばから1970年代に、 踊って歌って、大合戦、コント55号の裏番組をぶっ飛ばせ、TV ジョッキー、テレビ三面記事ウィークエンダーなど、高視聴率の定俗番組で一世を風靡する。1993年に日本テレビを退社し、2000年に東京 MX テレビに迎えられて、同社のエクゼクティブプロデューサーや常務取締役に就任、その後は顧問を務めた。 2021年4月25日に死去した。1969年当時の日曜20時代の視聴率は NHK 大河ドラマの天と地とが独創民放各局はどこも対抗できない状況だった。当然、日本テレビのスタッフもこの時間帯を引き受ける者は不在。細野は上司から半ば無理やり押し付けられた形だった。 番組の企画会議を開いたものの難航を極め、当初30人ほどいたスタッフも次々離脱。約1ヶ月後に、細野自身が野球権を思いつき、よし、これでいける。と自信を持って企画を推し進めた。だが、編成会議の際には、野球権と説明してもすんなり企画が通ると思えない。との理由で、意図的には理事ジを悪くし、聞き取りづらくなるよう説明したという。 苦労の末に生み出されたこの企画は俗悪番組の批判を受けつつも、やがて前日の大河ドラマの視聴率を追い抜くこととなった。ウィークエンダー以前に、細野は朝の帯番組、あなたのワイドショーを担当。当時の朝の番組は料理、結婚式、初恋談義などほのほのした内容のものが多く、このままではマンネリ化、ネタ切れとなることを危惧し、 テレビ三面記事のコーナーを設け、新聞の三面記事を取り扱うことにした。この企画が視聴率を獲得したため、他局の朝番組も同じような内容に追従。これが現在のワイドショーの原型となったが、細野は自ら生み出した企画を安易に真似る他局の姿勢に憤慨、自分で自分の真似をすれば問題ないだろう。と、テレビ三面記事だけの番組を、 男性向けにシフトさせ週末の夜に放送する番組を考案。これがウィークエンダーである。小林信彦の小説、およよ大統領シリーズでは、細野と伊原光中をモデルとした、ジャパンテレビのラツワンプロデューサー、細井田邦が登場している。ただし、伊原は彼の名前でのモデルではあるが、キャラクターに、井原の要素は、ほぼない。大学時代に、軽音楽部に所属。 音楽に対して造形が深く担当する番組で様々な曲を使った、など、ありがとうございます。